第一朗読、出エジプト記。その日、芝の間から語りかける神の声を聞いた。モーセは神に尋ねた。私は今、イスラエルの人々のところへ参ります。彼らに、あなたたちの先祖の神が私をここに使わされたのです。と言えば、彼らは、その名は一体何か。と問うに違いありません。彼らに何と答えるべきでしょうか。神はモーセに、私はある。私はあるというものだ。と言われ、また、イスラエルの人々にこう言うがよい。私はあるという方が、私をあなたたちに使わされたのだと。神はさらに続けてモーセに命じられた。イスラエルの人々にこう言うがよい。あなたたちの先祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である主が、私をあなたたちのもとに使わされた。これこそ常しえに私の名、これこそ世々に私の呼び名。さあ、行ってイスラエルの長老たちを集め、言うがよい。あなたたちの先祖の神、アブラハム、イサク、ヤコブの神である主が私に現れてこう言われた。私はあなたたちを顧み、あなたたちがエジプトで受けてきた仕打ちをつぶさに見た。あなたたちを苦しみのエジプトから、カナン人、ヘト人、アモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の住む乳と蜜の流れる土地へ導き上ろうと決心した。彼らはあなたの言葉に従うであろう。あなたはイスラエルの長老たちを伴い、エジプト王のもとに行って彼に言いなさい。ヘブライ人の神、主が私たちに出現されました。どうか今3日の道のりを荒れ野に行かせて、私たちの神、主に犠牲を捧げさせてください。しかし私は強い手を用いなければ、エジプト王が行かせないことを知っている。私は自ら手を下し、あらゆる驚くべき技をエジプトの中で行い、これを打つ。その後初めて王はあなたたちを去らせるであろう。神の御言葉、神に感謝。Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia.
くして重荷を負っているものは、私のもとに来なさい。私はあなた方を回復させよう。アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ。マタイによる福音。その時イエスは言われた。疲れた者、重荷を負う者は、誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私のくびきを追い、私に学びなさい。そうすれば、あなた方は安らぎを得られる。私のくびきは追いやすく、私の荷は軽いからである。主の御言葉、キリストに賛美。Thank you.